どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾です。はい、今日もね、新作映画を一本レビューしていこうと思うんですけど、今日レビューする映画は、サマーフィルムに乗ってっていうね、作品なんですけど、今週の俺的映画速報でもお伝えした通り、今週のミニシアター興行収入ランキングで1位だった作品なんですよね。こちらね、掛け狂いにも出演されていた、乃木坂46の元メンバーだった伊藤万理華さん主演で、監督は現在も上映中なんですかね、青化けのテーブルの松本宗嗣さんが監督をされていますということで、ちょっとね、映画の紹介する前にね、ほんのちょびっとだけちょっとね、告知というか、宣伝させていただきたいんですけど、まあ、僕、ミステリー作家、七尾よしですね、最近本を出しましたということで、こちらですね、偶然や2です。はい、この偶然やね、偶然を演出するプロフェッショナルを描いた、まあ、作品なんですけども、皆さんは、まあ、例えばね、今ね、就職したりとか、今その学校に入ったりとか、今恋人と付き合っているの、すべて自分の運命だと思ってますか？それはね、もしかしたら、全然違う他人に思いもよらない形で操られてそうしているのかもしれませんよっていうお話なんですよ。偶然屋っていうのは、クライアントから偶然を装って、まあ、例えば出会いとか別れとか就職をそのように仕向けていくっていうね、実現していくというプロフェッショナルなんですけども、この偶然屋の前に立ちはだかるのがですね、さらにこう、なんていうのかな、他人を誘導して、とんでもない、闇に引きずり込んでいくっていうね、敵が出現します。前作ではね、ルワンダの大虐殺をなんと日本の中学生で引き起こさせてしまうっていうね、とんでもないことをしたんですけど、今作はですね、ある事件をね、また日本で引き起こそうという、なんだろう、これはね、またね、海外で起こった事件なんですけども、もうこれギネスブック載ってるんですよ。一人の人間が殺した、なんていう、殺戮したね、人数世界一位というね、とんでもない事件があるんですけど、それをまた日本で引き起こそうとするね、敵をなんとか食い止める、偶然屋たちが食い止めるみたいな、そんなお話になっています。ということでね、偶然屋2絶賛販売中ということで、皆さんよろしくお願いいたします。結構ね、大々的に展開してくれているお店も多いみたいで、今度ね、東日本、JR 東日本では、広告サイネージとかまで売ってくれるらしいんですよね。いや、売れるといいなぁ。なんとかね、よろしくお願いいたします。ということで、はい、映画の方に話を戻しましょう。こちらね、サマーフィルムに乗ってなんですけど、内容は映画制作にのめり込む高校生たちのスポコン風、スカッと爽やか、青春系 SF 恋愛ものといったとこですね。なんか、ごちゃ混ぜ感すごいよね。内容もまさにミニシアター系で低予算だろうし、出演している若手役者さんたちもまさに新進気鋭といったメンツで、個人的には知らない人たちばかりでした。20代前半の役者さんはなかなかに層が厚いですからね。よほどの存在感と演技力を持たないと埋もれてしまいますよね。ポスターから去年僕が年間ベスト10にも挙げた、個人的にも、まあ、激推しの映画、アルプススタンドの端の方に雰囲気が似ているので、すごく期待して鑑賞しました。そして映画制作にのめり込むという設定の映画は最近なんかやたらと多い気がしますよ。現在上映中の「キネマの神様」とか、先日レビューした映画大好き「ポンポさん」とか、あと他にもね、まだこれは僕見てないんですけど、映像研には手を出すなとか、まあ、最近だとね、こう映画を作る人たちっていうのが、映画を作る人たちの作品って一つのジャンルになっているような気すらします。思えば現代って個人が簡単に映画を制作できる時代になってるんですよ。これってすごいことだと思いませんか？僕がまだ学生の頃は映画制作なんてまさに別世界の出来事だったんですね。まずは何といっても機材を揃えるのが大変でしたからね。今はスマートフォン一つあれば撮影も編集もできちゃうじゃないですか。照明器具なんかも Amazon で安く入手できるようになってますしね。昔は映像を編集するって、もうそれこそ最高スペックのパソコンが必要だったし、編集ソフトもアホみたいに高くて、もうプロユースだったんですよね。映像を保存しておくストレージもバカみたいに高かったんですよ。
役者や台本を揃える以前からハードルがめちゃくちゃ高かったわけなんですよ。それが今や小学生でも映画制作って実現できるわけで、いや、時代の進歩ってすごいなと思いますね。映画を撮るって多くの人たちにはロマンだったんだけど、今はやる気さえあれば誰でもできる。それこそ小説や漫画を書くみたいなレベルの表現手法になりつつあります。実際にド素人の映画監督が自分の作品を YouTube で配信したりしてますよね。去年の僕の年間ベスト10にも挙げた「ドロステの果てで僕ら」っていう作品ありましたけど、あちらもね、スマートフォンで撮影してましたからね。いや、優れた台本とそれらを演じられる役者さんさえ揃えば、あそこまで面白い映画が撮れるんですよ。現代は一億総クリエイター時代なんです。逆に言えばですね、これからの時代、クリエイターであることが求められるようになるかもしれない。だからセンスのない人たちにとっては冬の時代到来となりそうです。はい。というわけでね、この映画、ざっくりと簡単にストーリーをね、紹介していこうと思います。ヒロインは、勝新太郎を敬愛する女子高生、JK 3年生の羽田市っていう子なんですよ。彼女を伊藤万理華さんが演じています。羽田市は映画部に所属しているんだけど、そこではキラキラ恋愛映画ばかり撮ってるんですね。羽田市は黒澤明監督みたいな時代劇を撮りたい、そんな少女なんですよ。そして彼女は「武士の青春」という台本を温めていて、いつかこの作品を映像化したいと思っているんですけど、この映画部ではそれができそうにないから、彼女をくすぶっているんですね。そんなある日、裸足は凛太郎という青年に出会います。彼が自分の映画の主人公のイメージにぴったりだったことから、裸足は強引に凛太郎を引っ張って映画に出演させようとするんですよ。すぐさま個性豊かな仲間たちをかき集めて、文化祭でのゲリラ上映をやってやろうと撮影を開始します。最初は出演を拒んでいた凛太郎くんなんだけど、裸足の熱意に感化されて、いつの間にか彼も撮影にのめり込むようになるんですね。そして2人の間にはほのかな恋心が芽生えてくる。これはもうお約束ですよね。しかし凛太郎には大きな秘密がありました。なんと彼は未来からやってきたタイムトラベラーだったんです。一体彼は何のために過去からやってきたのか。裸足は未来の話を聞いて衝撃を受けます。それは自分自身の将来にも大きく関わることだったんです、みたいなね、そんな内容になっておりました。はい、というわけでこの映画もう少し詳しくレビューしていくんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画「サマーフィルム」に乗って評価額はズバリ。1100円佳作かな。これね、今回の評価額ですけど、かなり僕の主観です。なので皆さんにはもしかしたら結構当てはまらないかもしれないですよ。正直評価額は1100円なんでそんなに高くない、どちらかというと低めなんですけど、でもね、この映画実はすごくいい映画だと思います。刺さる人にとってはもしかしたら今年一番の映画になるかもしれません。そうであってもね、全然不思議じゃないんですよ。その証拠にフィルマークスの評価がやたら高いんですね。この動画、この僕のこの動画作ってる時点で現在星4.1ですから、かなりの高評価となっています。逆を言えば響かない人にとってはもしかしたら入り込めないんじゃないかなと思うんですよね。どういうことかっていうと、この主人公たちに共感できるかできないかで評価が本当分かれちゃうと思うんですね。むしろ強く共感する人とさっぱり共感できない人で分かれるんじゃないかなと思います。共感できない人たちにとっては、特に終盤で繰り広げられるヒロインたちの言動に、ついていけないんじゃないかな。そしてその終盤のエピソードこそが本作の大きな見せ場になっていて、感動シーンなんですよ。そしてそのテンションがね、めちゃくちゃ高いのね。共感できる人たちにとっては大いに盛り上がる、まさに何て言うんだろう、もう心を持っていかれてしまうシーンなんですね。
その熱量がすごすぎるので、共感できないと逆に、うわ、気持ち悪いってね、思えてしまうかもしれません。いや、そこってそんなに盛り上がるところなのかなってなシーンで、まあ、映画の中では拍手喝采だったり、号泣されたりされると、まあ、共感できない人としてはちょっとドン引きしてしまいそうなんですよ。僕もどちらかといえば共感が今一つできなかったというか、まあ、なんていうか、反りが合わなかったので、乗ることができなかったんですよね。ところどころ引いてしまうシーンもありました。とはいえ、これはもう非常に感覚的な問題で、いちいち、いや、ここが違うだろうって指摘するようなものでもないんですよ。まあ、あくまでも考え方が合わないというか、まあ、僕はご飯が好きなのに、パンを食べるべきだと決めつけられても困るみたいな感じなんですよ。わかります？まあ、女子高生が主人公だから、多少の青臭さが出るのは、むしろもこの手の青春映画ではいいと思うんですよね。ただ、映画のラストは、こうあるべしという、こう終盤の主張、確かにそうかもしれないけど、必ずしもそうじゃないかもしれないよって僕は思ってしまったんですよ。ただ高校生たちがひたむきに映画制作にのめり込んでいく姿は、とても微笑ましくて、見ていて気持ちが良かった、元気がもらえました。役者さんたちの演技は、とうなってしまったんだけど、この映画ではその拙さすら魅力に思えてしまうところだったんですよね。まさにキラキラの若さで駆け抜けていくというか、乗り切っていくというか、やっぱり若いって正義なんですよね。失敗だって許されるし、むしろチャレンジしていく精神が大事なんですよ。結果だけを求められるシビアな、まあ、おじちゃんやおばちゃんの世界とは違います。ただ、映画のクオリティはね、正直あまり高くないなと思いました。まずは、若手役者さんたちの演技力がちょっとね、まあ、中には上手い人もいるんですけど、そうじゃない人も少なくないですね。若さで乗り切ってる感が半端なかったです。あと、登場人物たちのネーミングがちょっと気になりました。裸足とか、ビート板とか、ブルーハワイなんて名前が付けられているんだけど、その根拠も、まあ説明されていないので、唐突感があって、最初彼らのね、このビート板とか、ブルーハワイなんて名前が出てきた時は、ちょっとね、それが名前だってわからず、混乱してしまいましたね。他にも、ヒロインが時代劇にのめり込んでいるという設定も、なんか取って付けた感があるし、なんでそんなに彼女がね、時代劇にのめり込んでいるのかっていうのも、まあ一応説明はされるんですけど、今一つね、そこが伝わってこない。まあ彼女の演技力にもちょっと問題があるのかもしれないですけども、そこら辺がまだね、こう伝わってこない。あと、特にこの凛太郎がタイムトラベラーというね、設定も、それっているの？って思いましたね。別にこの映画タイムトラベラーじゃなくても十分に成立したし、良かったじゃんって思っちゃうんですよね。まあ、全体としてね、映画のクオリティ、まあ、演技力も含めて学芸会レベルかなーなんて失礼ながら思っちゃった。ただ、不思議なことに、それらのね、この学芸会レベルのあらゆる拙さが、この映画の魅力でもあるような気がしないでもないんですよ。まあ、そういう映画ってありますよね。優れてるわけじゃないのに、愛おしいというか愛されるみたいな。まあ、人によっては好きとか愛おしいと思える映画になってるんじゃないかなと思いました。まあ、こういうのって狙ってできることじゃないから、そういう意味で実はすごい映画だったと思います。というわけで、個人的にはね、大変申し訳ないんですけど、高い評価にはなっていないけど、刺さる人には大いに刺さる、愛される映画だと思いますよ。ミニシアターなので、地方だと、まあ、見る機会がね、なかなか得られないかもしれないですけど、ぜひチェックしてみてください。鑑賞した後、気持ちがほんわかとね、気持ちが良くなる系の青春映画だと思います。はい。そしてね、なんかしつこいようで申し訳ないんですけど、偶然や2、闇に揺れるツインテールの方もね、よろしくお願いします。これね、僕のね、偶然やって、今一つ僕の中では売れてる作品とは言えないんですけども、なかなかのね、自信作なんですよ。で、まあ今2でね、
パート3、まあ2が売れたらかどうかわかんないんですけど、パート3も、出したいなと、もちろん書こうと思っておりますので、ぜひぜひですね、よろしくお願いします。これね、真ん中にいる女の子、今回このクロエちゃんっていうね、真ん中にいる、立ってる女の子が、まあメインとなっていくわけなんですけど、彼女はね、キックアスに出てきたクロエ・グレース・モレツちゃんが演じた、ヒットガールがイメージされているっていうか、まあ彼女みたいな存在なんですよ。まあね、なかなかね、すっとんきょうで面白い。ね、この結構ポップなね、表紙なんです。これ、円楽さんというイラストレーターの方が書いてくれたんですけど、いや、このね、ポップな表紙なんですけど、内容はね、意外と、まあ、コメディチックでありながらね、ハードでもあります。はい、先ほども言ったようにね、とんでもない殺戮がね、殺戮シーンに襲われるという、はい、ある北欧の方で起こったね、銃乱射事件。ね、一人の人間が70人もの人をね、殺しちゃうというね、とんでもない事件が起こって、それを日本で再現するみたいなね、とんでもない内容になっていますので、まあ、ハラハラドキドキ、読み応えがあると思いますので、ぜひですね、よろしくお願いいたしますということで。そしてね、今後ですけどね、七尾よし、2作品ほどホラーを出そうと思っています。でね、前ちょっとね、11月に刊行予定って言ったんですけど、1月刊行予定にちょっと変更されたんですけど、ガチホラー一つ出そうと思います。そしてですね、今月26日から、アマゾンじゃない、ごめんなさい、アップルだ。アップルブックスですね、僕のホラー作品がですね、小説が、連載される、無料で読めます。はい。26日だったかな。はい、まだね、アナウンスはされてないと思うんですけど、近々またね、アナウンスしたいと思いますけど、スティーブン・キングの「イット」みたいな作品なんですけどね、まあ、スティーブン・キング、「イット」の日本版みたいなね、そんな内容になっていますので、ジュブナイルホラーですね。はい、ぜひそちらもね、チェックしていただきたいなと思います。ということで、以上、ミステリー作家の七尾石でした。それでは皆さん、ごきげんよう。